エイペックスボイドシフタープレステージスキン、これ買いです。まあ、このレースのスキンね、値段に直すとまあ大体2万円ぐらいするから、こうキッズの子とかはね、買えない人とか多いと思うよ。まあ、でもそんなキッズに朗報だぞ。なんと2日後にクリスマスが控えてるってことで、もう今年のクリスマスはもうサンタさんに、サンタさん、僕レースのこのスキンが欲しいよ、わあ、サンタさんいたら買ってほしいなーって、ママとかパパがいる前で、こう、大声でね、言ってみると、まあ、もしかしたらね、このスキン買えるかもしれないから、まあ、キッズの人もね、諦めずに、まあ、このレースのスキン買いましょう。いや、今日ね、いきなりなんかレースのスキンをね、買いましょうとかいう動画撮ってるから、まあ、視聴者のみんなとかはね、おい、どうした赤メイン、お前もついに EA に買収されたんかみたいな感じで思ってるかもしれないんですけど、いや、そんなね、買収なんか、まあ、されてるわけもないんだけど、まあ、なんでね、このレースのスキンこんなに俺が宣伝してるかっていうと、まあ、このスキンを買って動画のネタにしないと、そもそも元が取れないっていうね、ちょっとその汚い考えのもと動画を今日は撮ってます。まあ、別にね、この動画を出したからって2万円が手に入るとかそういう意味じゃなくて、まあ、レースのスキンを2万円で買ったからには動画のネタにしないともったいないよねっていう、その貧乏人のね、精神で今動画撮ってます。はい。まあ、だからもう義務動画よね。俺の言いたいことわかるかな、これ。なんかみんなが働くのもほとんど義務みたいなもんじゃん。俺もね、労働をしていかないとお金が入んないわけよ。だからまあレースのスキンを2万円で買っちゃった。うわぁ、レースのスキン買っちゃったーとか言ってるだけだと、まあ2万円ただ失った人だから、じゃあそのレースのスキンを動画にして少しでも小遣いしゃぶろうねっていう動画です。わかるかなぁ。ちなみにね、このレースのスキン買ったら全員猛者になれるから、まじ、これ単独公開しようかな。あ、悪いわ、俺はそうだっていう感じの単独公開して、まあ任してほしい、本当に俺に。なんか友達にいるんじゃない、なんか区内を当てた友達が急にイキり出したみたいな、なんかそういう感じ。まあもうプレステージスキンイコール猛者だから、もうイキっていいぞ、これ買ったやつは。もう作敵もイキってくわ。おお、イキ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 このスキンはいいぞーって言ったところで、まあみんなね、そうなんだ、ま、買わないけどな、みたいな感じになっちゃうと思うから、このスキンを買った方がいい理由をね、俺が今から説明していくと、なんとこのレースのプレステージスキンを買うと、今なら漏れなくダブハン爪痕のね、バッジがついてくるんですよね。え、赤メインさん嘘はダメでしょ。そんなことどこにも書いてなかったぞ、みたいな感じでね、なってると思うんですけど、いや違うよね、短期的な視点で見ると、確かに爪痕ダブハンはついてこないかもしれない。けどこれ長期的な視点で見ると、爪痕ダブハンがなんと無料でこれついてくるんですよね。え、もうどういうことってなってると思うんだけど、まあ、その流れを説明すると、まあ、まず最初にレースのこのスキンを買うと。で、そうすると、エーペックスのモチベが上がるんだよね。で、そのモチベが上がると何が起きるかっていうと、爪痕ダブハンが取れるんですよ。まあ今の説明聞いてね、はっ、こいつ意味わかんないこと言ってる、バカだーとか言ってるね、クソガキはもう殺すぞ、マジで。ちょっとまあこんなこと言っちゃいましたけど、まあこう見えたのプロチーム所属、フェンネルです。This is フェンネル。やばいやばい、ちょっと待って、敵の量ガチやばい、はちゃうよお前。OK、OK、でしょうね。俺がさっきやられたやつでやり返すぞ、お前、おい。逃がさないよん、おい、え、ははい、格付け完了。やっぱこれ、レイスさん、モサスキンだから、もうキーマン持ち替えて、はい、痙攣区内しちゃうよん。はい、さっきのザコレイス、はい、頭、はい、おっぱい、かき入れちゃうよん、え、はっ、なになに、ごめんなさい、汚い言葉使って、ちょっとラグイラグイ、ちょ、ガチガチラグイ、はもうラグフリだマイケ、ありえんありえんありえん、ちょちょ、やばすぎやばすぎ、はい、オッケー、え、なんか来てね、待って、おい、お前、はい、スーパーマン、お前を殺すよ、やばい、それはさすがにやばい、一回甘買いたい、なになになに、もうお前チャンピオンやば、ちょ待ってやばいって、おいつガチでチャンピオンやばすぎて、なんかもうめっちゃエイムブレたわ今、え、てかバグってなかった、月面かっていうぐらいこいつ重力に逆らってたよな、お前マリオじゃないんだから俺のことなんか踏んづけてくんなよ、クリボーを踏み殺す要領でなんか俺踏み潰されたって、マジで、うわ、やばい、え、大丈夫か、ファンがお前、オッケーオッケーオッケー、
ピーチ姫は俺が守る。なんかピーチ姫短期間でめちゃめちゃブサイクになってね。やばい、これ下行ってる。任せろ、俺がカバーするぜ。おい、え、それはまずい。はい、スキンのさ、ペイトゥウィン。やばいやばい、ちょっとやばい、もうマスティがたまねえ。あ、うん、いやーこれ起こされるよな。いや一旦まず俺回復が優先だな。でもいやー起こしてるよなやっぱ。いやこれ行きたくなっちゃうマジで。あ、ちょ、行っちゃっていいかな。行っちゃいます。はい、オッケー。どういうこと、今 2v1 ってことでいいかな。やばい、また起こしてるって。もう無限蘇生編始まった。こっから行けばバレない説。オッケー。あれこれ、さてはありあり、これ先ほどボコしたレイスさんと 1v1 なのでは。おい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 、プレステージスキンとプレステージスキンじゃないレイスの差出ちゃうよ。これいいのかな。もうマイクにね、口近づけて任して、俺がキャリーするよーって言ってるだけでね、もう一緒にやってるエーペックス女子がいい、かっこいい、遺伝子欲しいってなるからな。はぁ、あ、もうなんか味方抜けたんだけど、お前。いや、息くっさみたいな感じで、お前抜けんなよ、マジで。営業妨害だろ、これ。え、なんか、お、やべ、間違えた。やばいやばい、ちょ、待って。おい。あ、来ないなら行っちゃおうか、にゃ、やば、お前。こいつやばい、マジで。え？え、ちょ、待って、え、ウォルファッカー？なんかタイミング神がかってたけどな、こいつのピークタイミングで。なんか正月とかでなんか餅つきしてるおばあちゃんみたいな。え、ちょっと待って、なんか下から足音するんだけど。また別来たこれ。え、なんか足音したけどさ、敵全然来ないんだけど。いやこれ絶対いるんだよな。そうさ、ポータル虚空でこれすぐ虚空入れるようにして見に行くわ。いや絶対いるぞこれマジで。ちょっと待って、え、なんかいたんだけど今。ちょっと待って、やばいやばい。俺キムタク、もうなんかホテルから出たら女の子のファンいっぱいいるみたいな。あ、どうも、エーペックス界の木村拓哉です。花屋の店先に並んだいろんな花を見ていた。なんかさっきいたやつらどっか行ったんだけど。いやもう希少すぎでしょマジで。え、俺やっぱキムタクなのか。やばい、待ってやばい。あー、ごめん、ファンサしちゃった。ファンサしちゃった。ついに俺も出待ちされるようになったか、マジで。え、嘘だろ、おい。え、やばすぎやばすぎ、俺モテすぎ。殺す、お前みたいな害悪ファンは殺す。やばいしょ、やばい、キムタク入りって、情緒がやばい、キムタクになっちゃった。でも、こういうね、ちょ、害悪な出待ちファンは俺が殺す。いやー、これ終わったな。あー、もうや、やばい、もう。時間稼がれて終わるわ、これ。いや、待て待て、俺はこんな低俗な出待ち野郎どもに負けるなんていうことはあってはならない。美声出ちゃう。あん！ちょ、あいつやばいな。これ、速攻国で、あ、やばい。え、本当に俺こいつらに負けたら本当に嫌だ。この試合ガチで爪痕ダブハンいけそうなのに、もう邪魔すんなよ！くそやろー！いや、俺は負けねえぞ、こんなとこで。お前ら人間ごときがこの俺に勝てると思うなよ。完全な生命体の俺に。あ、ちょ、やめて。まあなんやかんやあってね、この前生放送で爪痕ダブハン取れました。まあこの試合ね、そのまま動画化してもよかったんだけど、赤メインの切り抜きチャンネルが先にこれの動画上げてて、なんかまあまあ伸びてたから、まあなんか同じ動画2本上げるのもどうかなと思ってね、まあ俺がちょっと目の前で爪痕ダブハン取ってやるよってことで今日取ってったんですけど、まあ無事取れなかったということで、ありがとうございます。まあちょっと今回ね、動画のネタがないから無理やりね、レイスのプレステージスキンいいぞーとかいうね、動画撮ったんだけど、まあ、正直な感想を言うと、もうこのスキンクソです。はい。ゲームのキャラの服に2万課金するなら、現実の自分の服に2万課金した方が、数億倍増しなんで、まあ、このプレイステージスキンほんとクソなんで、買わないようにしましょう。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。